皆さんこんにちはテンチム包協事件の被害者の加藤です今回はテンチムが私たち女性ファンをずっと騙していた件についてお話ししたいなと思います本当にショックを受けていますまさかあのテンチムさんが私たち女性ファンを騙すなんて考えてもいませんでしたひどいです 私たち女性ファンはテンチムさんのアドバイスを聞いていればきっとテンチムさんみたいに胸が大きくなると信じて今まで生きてきたんです見てください全然私の胸は大きくなっていませんなぜならテンチムさんあなたは今までずっと嘘をついてきたからですよもう一回見てくださいよく見てください